ソデカ林やっていきます。絶対バカゲーよね。もう 100% バカゲーよね、こんなんね。まあ、一応ね、ホラーゲームらしいんですけど、なんかお化けをヘビーメタルで撃退するらしいです。それしかし、おお、なんかおお、すごいノリノリ、すんごいノリノリ、おお、めちゃめちゃノリノリやね。この車からは絶対に出てこない美女。おお、お前が聴いてんのか、この音楽を。曲がれるかー。おお、ヘビーやね。もうすで、あ、すごい、これほどまでの急カーブでコップに波一つ立てないなんて。あ、パパ、てんてんてん、あ、は、パパが運転した。うわー、ゆうくん、急なカーブが続いていたけど車酔いは大丈夫かい。あなた、うん、大丈夫、酔いしれてはいたけどね。え、これ、ね、運転してるのがパパってことでいいのかな。すごいね、マジで波一つ立てないな。どっちかというと運転というよりはコーヒーのこのコップの方がすげえんじゃねえか。あー、よかった。なんぜだか山道でこの曲を流すと無性にコーナーを攻めたくなってしまう。やばいってこいつ。そんな思ったより速度出てないしな。ほんでちゃんと走れてる、ちゃんと左側走ってんだね。でもコーナーを攻めるときはちょっと右側行く感じね。おー、なんかずっと同じ道ループしてるなこれな。呪われてるよもう俺ら。すでに今流すのは危険だから消しておこう。あ、消すんだ。おお、あなた、めっちゃうるさかったね今。すごい静けさが、俺耳だいぶやられてたけど今。そうそう、夕方頃にはおじいちゃんのお家に着くからね。ん？俺が喋ってんのこれ。俺が運転してるわけじゃないのに。夕方か、あ、やっぱ今のパパが喋ってたよね。夕方か、ママも来れたらよかったのにな。ママは臨月だから、ああ、赤ちゃんが生まれるんだ、そろそろ。東京のお家で安静にしておかなきゃいけんな。迷い込んでない俺ら。迷宮に迷い込んでるよね、ずっと。ずーっと右の方にぐるぐる回り込んでるだけだよな、これな。赤ちゃんが生まれたら東京に帰って、今度は4人で暮らすんだよ。お兄ちゃんになるまでは、おじいちゃんたちのお家で楽しく待っててね。弟かな？それとも妹かな？あー、そういうことか。お父さんがおじいちゃんのお家に自分を届けてくれてるって感じだね、これね。じゃあそっちでしばらく、まあパパとママが忙しいからおじいちゃんに面倒見てもらうみたいな感じか。ゆうくんは弟と妹、どっちが生まれたら嬉しい？まあ、どっちも嬉しいけど、友達みたいに遊べる弟がいたらいいなって、バスター5ごっことができるし。何バスター5ごっこって。5回、バスターを、そうだね。パパたちが何とかして、何とかしてみせるよ。何にも生まないかん羽目になるで、これ。ずっと妹続いたら。ん？ん？何？なんかいた？ん？何？あ？動かない。え？何このアングル？何？注意。え？何？なんか出てきた？今俺が気づいてないだけでなんかいた？え？あ、めっちゃいた。左見る時間クソ長かったけど。クソデカ林、クソ長路道だったけど、外にお地蔵さんがいっぱい並んでいたよ。あれはなに？パパ？これパパも結構やばいタイプのゲーム？あれは、生き肝地蔵。めちゃくちゃキモい地面の地蔵だね。この土地に根付いた神様を祀るための石像なんだ。本当にあるのかな？生き肝地蔵、なんだか怖いね、怖い響きだね。その袖引き山に、この袖引き山にはたたり神という怖い神様がいるんだ。名前をカボメ様と言ってね、もともとは都で乳母として使える優しい女性だったんだ。ほん。しかし面倒を見ていた姫様が不治の病だと知り、なんとか治す方法はないかと占い師のもとを訪れたんだ。ほう、え、これ聞かなきゃいけない話？おお、すごい、おとぎ話というか絵本が始まった。すると占い師はこう言ったんだ。赤子の生き肝を手に入れなさい。それも女児の生き肝でなければなりません。優しい女は悩みに悩み抜いた末についに決心した。その引き袖山だったっけに胃を構えて妊婦を見つけては腹を裂き、女児の生き肝を手に入れようとしたんだ。しかし酒ども酒ども出てくる赤子は男児ばかり。次第に女は目的を忘れていった。ついに女児の生き肝に執着するカボメ様という山の盾神になった。そしてこの話には続きがあるんだ。日本の神様は一度大量の子を埋めるんだけど、はい、なるほど。カボメ様は生きた人間に憑依してあの世で大量に子を産ませ続けているんだ。
なんか難しいな話が。そう、女児の生き肝を手に入れるためにね。これお母さん大丈夫な？なのに一度に何百と生まれてくる子は全て、男男児と分かると泣き声に癇癪を起こし三途の川に投げ捨ててしまうらしいんだ。自身の子を執着によって殺めてしまうカボメ様が悲しみを癒すために建てたとされるのがこの生き肝地蔵ってわけさ。へえ、結構な数建ってたね。自分で建てたんだ。近くに住む人たちはたたりを恐れ古くからこの地蔵を祀っているんだよ。パパ、はっ、ごめんごめん、大丈夫だよ。これは古い言い伝えだし、それにおじいちゃんってすごく強いんだよ。そうなの？じゃあさ、バスター5で言うと、バスター5って何パパ？そうだな、ブラックメタル将軍なんてひとひなりでやっつけちゃう。バスター5って何パパ？ええ、だったら安心できるかも。なんだかいろいろお話ししてたらお腹も空いてきちゃった。すごいパパ、ヘビーメタル流してなくてもコップが波一つ立てない。おばあちゃんがゆうくんの大好きなカレーを用意してくれるんだってさ。おじいちゃん本当に生きてるのかなこれ。もちろん福神漬けもいっぱい買ってあるって電話で言ってたよ。やった、もう腹ペコで待ちきれないよ。お、やっと。お、クソデカ林。やっと抜け出すのがこのループ道。マリオカートよりも短いコーナーだったけど、おお。急に始まったな。視点、移動、走る、調べる。あ、これで走る感じね。重た。調べ。パパ怖い。パパ怖い。パパの俺に対するエイム力すごいんだけど、パパ。あー、ゆうくん。車の中でいい子にできて偉かったね。え、ゆう、なんこれ本当に本物のパパ？パパはこれから友達と用があるから、ここでバイバイになっちゃうんだ。わかった。けどこんな時間からみんなで山登りに行くなんて大人って大変なんだね。なんかパパやっぱ怪しいよな、この感じな。そうなんだよ。大事な御用だからパパたち頑張ってくるね。そうだ、お着替えが入ったリュック、少し重いから転ばないようにね。ほう、リュックサック。着替えがたくさん入っていて、少しずっしりしている。僕のお気に入りのパンツも、もちのろんこの中に。あ、そうだ、キッズ携帯だ。これは念のため渡しておくだけだから、カバンの奥に入れておくね。まあなんか使う時が来るんだな。キッズ携帯。パパに電話することにしか使えなさそうだ。僕らはいつも一心伝心。けど今回は田舎のスローライフを満喫するからカバンの奥に入れておこう。いい心がけだ。おじいちゃんたちのお家の場所はわかるかな？全然わかんないよ。この地頭、この駐輪場出たら、右に曲がってずっと行った先にある林の中、そこまで送って行ってやれや、パパ。去年来たばかりだからきっと覚えてると思うけど、気をつけて行っておいで。なんでそこまで送ってくれないの、パパ。絶対そこまで送ってあげるのがパパの務めだと思うんだけど、左に行ってみよう。右に行けって言われたけど、こういうのはやはり、パパ？パパ、結界が張ってあるよ、パパ。パパ、絶対この森やばい、パパ。結界が張ってあったよ、パパ。パパ、どっから俺をエイムする？どの角度で首がギュインってこっちを向く？パパ。うわ！うわ！こ？どこ？パパ、どこ？はい、はい、はい、はい。あ、ここね。ここだ。パパの境界線、ここなんだ。すごいね。パパ、パパの運転では、コーヒーが波一つ打たなかったけど、この操作ではパパの下半身が波一つ打たないね。その下半身のこの粘りが、運転のうまさを多分、言ってくるわ、パパ。左じゃなくて右だったよね。汚ねえ自販機だ。なんだ？散らかってるな、だいぶ。田舎ってこういうもんなのかな？うわ、あ、でもこれは田舎どころか東京、普通にさ、都会の方がこうなりそうなもんだけどね。冷たい。あ、すごいなんか見覚えのある、なんちゃんジュースね。高くね？160円すんの？高ない？田舎の自販機高っ！むしろ安そうなのにね、田舎だったら。あ、まあ、いろんな種類がある感じだ。これもコーヒーなのかな？青汁スカッシュ、生姜スカッシュ、ヤマンチュジューシュ、少ないお茶。160円取るな、そんなもんで。ビヨーハタムギ化粧水も売ってるぞ、みんな！180円安いな、この量入ってて。なんか林を抜けた先、別にこの辺とかいじれる感じじゃないよね。まあ、あるだけって認識でいいのかな？この辺は。あ、ババ。え、これか？俺んち。違うよね。林を抜けた先って書いてたけど。え、でも、いや、こっち臭くね？え？あ、ここか？違うよな、これ。絶対他人の、あ、パパ、結界が張ってあるわ、やっぱ俺さ。俺がもしかして呪われてない？これ。
結界を通れないってことは、つまり俺がそういう対象。びっくりした。なんかちゃんとちょっと怖いのなんなん、やめえよ。誰だよ、ゴーさん。ゴンさんみたいな、ちょっと髪型がそれっぽく見えるよ、その後ろの音楽のそれで。誰？少し大きくなった？ゴーさん、久しぶり。今年で年中さんになりましたよ。あ、だいぶちっちゃいのにちゃんと敬語も使えて、こんなちっちゃい子をパパは一人で行かせようとしてたんか？道理でお兄さんに見えるわけだ。こっちにいる間にまたヒーローごくしような。今日は遊べないの？ごめんな、これからユウくんのパパと山に行くから忙しいんだ。どっちが勝つ？パパとゴーさん。勝った方が帰ってくる感じやろ。肩幅すごいね、ゴーさん。どんだけ盛り上がってんの、その方。また今度遊ぼうな。ああ、残念だな。けど山に行くのになんで楽器を持っていくの？これは、レイブパーティーだよ。山の中でどんちゃん騒ぎをする。おー、へえ、あ、まあ、山の中だったらいくら騒いでも大丈夫って感じ？大人って大変なんだね。今度会ったら、新技のバスターファイヤーを披露するからお楽しみにね。おう、楽しみにしてるぞ。ほう。まあ、あのゴーさん、待って、戻ったらゴーさんいるのかな？これでゴーさんいなかったら、パパの勝ちってことでいい？あ、パパの勝ちだわ。パパ、ゴーさんいたよ、さっき。いるわ。なんか、あれだよね、ボディービルの大会でこういうポージングあるよね。ヒーローごっこしてくれて、ついてきちゃったのか。また今度遊ぼうな。ちょっと怖い？普通に。てか、暗い。暗くね？もうちょっと明るくするか。ああ、ちょうどいいぐらいだろ、これで。いや、なんか暗いとね、まあ、暗い方が面白さもあるんだけど、あ、カラスだ。見えないんだよな。お、すごい、こっちに向かって走、え、消えた。え、消えた？おー、ちゃんと飛んでいく。あ、消えた。あー、なんか田舎って感じだね。こういうなんか。え、遠くね？お、な、絶対ついて行ってやるべきだって、パパ。やばいやろ、この道、年中さん一人で行かせんの。危ないよ、踏切は。ほらー。踏切の概念わかるかな、ゆうくん。そう、待たなきゃいけないんだよ。偉いね、ゆうくん。やばいね、ゆうくん。あ、まずいね、ゆうくん。こわ？哲夫さん。なんかさ、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 哲夫さん？お久しぶりです。大丈夫？ああ、ゆうくん、久しぶり。もしかしてもうパパたち、公民館で待ってる？二人とも待ってますよ。あれ？山に行くのにドラムスティック持っていくの？これは、え？植林だよ。苗木の代わりに植え、え？そうなんだ。バスターファイブが全て解決してくれそうやな、この物語は。もちろんさ、おじいちゃんの家まで気をつけて。もう一回行ってみる？これ。もうなんかこれ行くしかないよね、この感じね。めんどくせえからやめとこう、やっぱ。あ、これか？林を抜けた先って、これっぽくない？これぐらいしかないよね。もうなんかもう明らかに、明らかにあんた行くんこっちちゃうで、みたいな感じの駐車の絶対迷惑やんな、こんな勤め方したら。孫がやってきたよ。違うな、こっちっぽいわ。ごめんなさい、誰かの家。これ、おじいちゃんの家。これ、ラーメン屋さん？うっかり、閉店。閉店ってうっかりでするもんなんだね。気づいたら、3ヶ月ぐらい店開けてなかったとかかな。店開けるの忘れてたわ、みたいな。絶対来ちゃいけないとこに来た。けど別にここ家じゃないよね。なんか俺ここがなんか実家のような安心感があってんだ。どこまで行くんだ、遠すぎへん？ここか？足立家でいい？さすがに足立だよね、俺の名前。おばあちゃん？おじいちゃんがいるんじゃなかった？あれ？わ、おじいちゃんとおばあちゃんいるのか。で、おじいちゃんが強いみたいな話か。すーごい。やっぱ、血字なんだね、このエイム力は。お、待って、おばあちゃんは下半身が動く。お父さんも、ゴーさんもみんな、上半身しか動かった方なのに、怖い目が、光が宿ってない。おや、いらっしゃい。ここまで大変だったでしょう。おばあちゃん久しぶり。全然へっちゃらだったよ。ああ、かっこいいわ。いつもお友達のヒーローごっこで鍛えてるのかしら。おばあちゃん見て。えいやー。あ、今ので力が底をつきちゃったみたい。お腹空いちゃった。ゆうくんの大好きね。ああ、そうだ、カレーって言ってたね。おじいちゃんも心持ちしてるわ。行こう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 。
おじいちゃんどんな顔してんのかな。お父さんもおばあちゃんも目に光は宿ってなかったけど、お邪魔します。まずはおじいちゃんに挨拶しなくちゃな。おじいちゃんどこにいるのかな。ここかな。ここはちょっと来ちゃいけない場所だったと思うので帰ろうかなと思います。あ、おじいちゃん、おじいちゃん、おじいちゃんはちゃんとエイムするタイプのおじいちゃんなんだ。体ごと向けないんだ、おじいちゃんは。おじいちゃん、あ、おじいちゃんは光が宿ってる。おじいちゃん優しい目してるね。おじいちゃん近づきすぎたらエイム力外れ、外れ。あ、すごい、この角度までいけるんだ、おじいちゃんは。どこまでいける、おじいちゃん。こっちは、おじいちゃんこっちは、お、こっちもいける。はい、お話しかけろや。おー、ゆうくん、遠いところまでよく来たね。おじいちゃん久しぶり。僕も腹ペコでさ。そうかい、そうかい。今おばあちゃんがカレーを用意してくれてるよ。隣の部屋の隅にある座布団の上にリュックを置いて洗面所でめちゃめちゃ指示するね、おじいちゃん。隣の部屋の座布団にリュックを置かなきゃいけ、え、隣の部屋の座布団、あ、違う、ん、隣の部屋って、これ、あ、ここか。リュックを置いた。で、洗面所、おばちゃん、洗面所ここ、あ、違うな、こっちか。さすがにここっぽいな。うわ、すごい古いお家って感じやね。うわ、こーわ、一番怖いガラスやん、この薄くてあんま見えないけど、よう目を凝らしたら見えるみたいな。高いわー、水道が。おばあちゃん、俺の歯ブラシどこ、おばあちゃん。カレーできたわよ、茶舞台に置いておくわね。オッケー、ひっくり返しに行くな、今から。ドライヤーないよ、おばあちゃん。なんか汚くね、こっち。なんかここだけ呪われてないですか。あ、すごい、おじいちゃんとおばあちゃんの家にありそうにはないものがあるね。ピース、洗濯機、やっぱ結構身長が低いんだね、子供だからね。ことが紡ぐ日本の調べ、足立恵美さんによる、え、おばあちゃんじゃん、紡ぎましょうよ。こと教室、毎週第2火曜日1時間だけやってんだ。無料なんだね、しかもすごいね、公民館で。足立さんからの一言、ことって線の数が多くて難しそう、そう思ったことありませんか。思ったことないね。この線、弦って言うんですよ。実際弦の本数多いんでむずいですけど、ハープの方がむずいです、線の数が多いので。あ、ハープの線も弦って言うんですよ。そのハープを、そのハープを下げて琴を上げんのやめようや。その対立煽りみたいなさ。これは、え、なんか基本調べられるものはない感じなのかな。こわ、絶対あかんで、こんなもんホラーゲームで置いといたら。おばあちゃん、お、こわ、おばあちゃん今すごい角度で見てた。おばあちゃん、え、今見てたよね、おばあちゃん。あれ、え、今見てたよね、おばあちゃんね。おんや、おかわりもあるから足りなかった言ってちょうだい。え、怖っ。おばあちゃん何してんの、それ。念動力がないと成り立たない動きしてるよ、それ、おばあちゃん。絶対違うもんね、やること。夜間やろ、しかも。夜間の前に、おばあちゃんの力で火ついてる？何これ。カレーライス。あ、福神漬けいっぱいあるっつってたのね。お皿も置いて、洗ってあげてもいいけど、一旦。あ、すっごい、おじいちゃんはエイム力すごいね、相変わらずね。テレビつけていい、おじいちゃん。さすがにおじいちゃんと一対一で喋るのきついわ。ジェネギャがありすぎてさ、会話できないなって思うんだけど。それじゃあ早速いただき。わぁ、福神漬けが乗ってないじゃないか。僕は福神漬けがないとカレーが食べられないじゃない。立ち悪いな、年中にしては。これは今すぐおばあちゃんにもらいに行かないと。さっきあったよね、おばあちゃん福神漬けもらってきていいよ、すか、これ。怖いよ、おばあちゃん。角度が。怪物に食べられる直前のアングルやで、これ。ごめんなさい、乗せるの忘れちゃってたみたい。これがなきゃもうなんか物的証拠手に入れた時の効果音だったよね。犯人が犯行で使った時の、何かを見つけた時の効果音だったよね。これがなきゃ始まらない。近いで、おばあちゃん、怖いよ、もう。そんな粘土、おじいちゃんはいつまで見とるんや、こっちを。食え、はい、お前は食わんのか。ほんで、なんて書いてんのこれ。あ、なんか、新聞があるんやね。え？行方不明者、捜索事件。え？衝撃、恐怖と謎に包まれる、敗村。え、この村のこと言ってんじゃないよね。友人を追ってた、たどり着いた敗村の会。え、こ、
おじいちゃん。でもおじいちゃんは瞳に宿ってる。あー、ちゃんと準備できて偉いね。さあ、せいぜい、上がりな。うん、飛びますね。うん。でもちょっと一回、カバン、なんか武器とか持っとかないと怖いな。よしと。バスター5の時間だった。おじいちゃん、テレビつけていい？やっぱおじいちゃんとの一騎打ちはきついよ、俺。ジェネギャがあるから。好きな番組見ながらお食べ。湯気で見えない。おお、始まったぜ、バスター5は。ゴーオン戦隊、バスター5。そこまでだ、ブラックメタル将軍。お前は町を壊しすぎた。ゴロゴロだ。あっはっは。ゴロゴロだ。しかし、まだ足りない。行け、お前たち。破れかぶれだ。神回だったな、今日。まさかブラックメタル将軍が巨大化するなんて。カレーも美味しくてお腹いっぱい。そうだ、おばあちゃんにお皿持っていかなくちゃ。あ、すっげえ。なんだこのアングル。二度と見れないやろ、これ。おじいちゃんどうだい？パパから聞いたんだけど、一人でお風呂に入れるようになったんだって。すごいなぁ。俺入れなかったよ、年中の時とか。少し汗もかいただろうから、しっかり汚れを落としておいで。入ってたかな？記憶にないわ。記憶にないけど、多分入ってなかったな。あ、すごい。やっぱ念動力でそれ火沸かしてんだね、おばあちゃん。ほら、明らかに念動力やんな。ごちそうさま。あちあちでとても美味しかったよ。お皿まで持ってきてくれたのね、偉いわ。しかも、ごめんなさい、お京都でびっくりさせちゃったわね。夜間がチンチンになっちゃったからピーしてたのよ。念動力で戻してる。念動力で止めようとしてる。びっくりした。チンチンでピーな。じゃ、発音が悪かったね。チンチンでピーか。ん？チンチンでピー。ん？チンチンでピーか。まあ。そうよ。とっても暑いから、ゆうくんはコンロを触っちゃダメよ。え？なに？え？え？コンロなんかあるの？ダメなの？触ったら。ごめんなさい。まあ。俺ね、パンツ持っていくのよ。パパがリュックに入れてくれるんじゃないかし。あ、ごめんなさい。ごめんなさい。まあ。放り投げられたかな？今、なんか、今放り投げたよね、おばあちゃん。今さ、まあ。ほら、放り投げて、すごい吹っ飛ぶ。汚ねえ、バスター5パンツ。これを履くことにより、俺がバスター5になれるんだよな。いつもこれで勇気もらってんだよ。行ってくるわ、おばあちゃん。戦ってくるわ、バスター5で。いるよな、ここに。なんちゃら将軍みたいなやつ。バスター5ここに置いて、脱いで、まあ、チンチンでピーの状態にして、それバスター5の歌？電気つけよ。怖い。おばちゃん。お、絶対やばいわ、おばちゃん。なに。誰。何からの誰？どういう、おじいちゃん？ちょっとわかんない。おじいちゃんこれ。おじいちゃんなのかな？あ、このエイム力はおじいちゃんだ。おじいちゃん、はぁ。ゆうくん、怪我はないかい？僕は大丈夫だけど、おじいちゃん、その格好は一体。それに、お風呂の先にいたのは誰？僕、何がなんだかこの家が怖くなってきちゃった。ごめんよ、こんなはずじゃなかったんだ。こうなった以上は、ゆうくんに話さなければならないことがあるんだ。気持ちが落ち着いたら、おじいちゃんの部屋に来てくれるかい？そこで全てを説明するから待ってるよ。風呂入りたい。先に。あちちだよ、体が。体があちち。だってこれ置いていくの？ちょ、きついって、バスター5のパンツ置いていくの。おばあちゃんがいない。あちちする。あ、できないわ。ダメだ。おばあちゃんがいないとやっぱりあちち。おじいちゃんの部屋どこ？おじいちゃん。電気つけるとか概念。あ、トイレは入れるんだ。入れる理由何？別に入れた、ちょっと待って、広い。家が。おじいちゃん。じゃ、他の場所もさ、ちょっと見回してみていい？ここなんだ、マジで。ここ何？あ、なんか置いてある。テレビで見たことある。ミュージックプレイヤーって言うんだっけ？サブスクがなかった時代は、そうなんだよね。めんどくさかったよね、今思えば。カエルの目をしたスピーカー可愛らしいな。このね、この白いところをカラ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 って回したらすげえ気持ちいいんだ。これわかる人にしかわかんないよね。ジェネギャだよね、これもね。ゆうくんにはわかんないか。でもジェネギャとか関係なくこういうのあんまわかんないんだけど、こういうロックとかね、ヘビメタとかわかんないんだけど、これは何？これはなんとなくまだわかる気がするな。
これちょっと一番わかんないな、これが。おじいちゃん。他は、あら、めっちゃこけしやね。え、なんかさ、部屋もう一個、あ、こっち何こっち。え、やばくねこっち。絶対やばいとこ。うわ、めっちゃ広くな？おばあちゃん、こといじってんの？怖い思いさせて、本当にごめんなさいね。疲れてるだろうけど、おじいちゃんの話は聞いていらっしゃい。あ、なんか、いいなぁ。いいなぁ、この感じ。一緒にみんなで横に雑魚寝っていうの？いいねこの感じ。いいね。好きだよ。待って、おばあちゃん？え？誰が敵？これ。誰が敵で、あ、ここに繋がってんだ。はぁ、あ。誰が敵で誰が味方なの？この家の住人。一応開けれるとか全部開けとこうか。怖いし。さあ、おじいちゃん。これおじいちゃん、本物かな？あ、おじいちゃんだね。この AM 力はおじいちゃんだね。ゆうくん気持ちは落ち着いたかい？うん、今すごいちょっと高ぶっちゃったわ。絶対に、ゆうくんに限らず人が見ちゃいけない空間に入っちゃった、今。まだちょっぴり怖いけど大丈夫。ねえ、お話って何なの？よし。この遡ること、千年以上前の難しいよ、ゆうくんには。千年以上前のお話とか言われても意味わかんないって、今この年中さんにさ。まだ日本が平安時代だってことわからへんって。実はゆうくんのご先祖様は不思議な力を持つ。あ、そうなの？引用紙だったんだ。でもおばあちゃんもそんな感じだったよね。火使ってたよ。名前は、足立実盛。現在の政府機関にあたる朝廷に仕えておった。その実力は確かだったが、楽器を使った独自の術が異端とされ、ついに朝廷の仕事を追われることだ。さすが日本。新しいことについては、やっぱりちょっと怖いから遠ざけるみたいな、そういう気質があるんですね。そして本題ここから。え？ほう。その後、実盛は全国を旅しながら、怪異にまつわる相談を受け回っていた。ある日、なんちゃら山で、もう呼び方忘れちゃった。袖引き山かな？袖引き山で、妊婦がさらわれる神隠しが頻発していると相談を受けた。あ、その胎児に行ってんのか、お父さんたちもしかして。この山には赤子の生き肝に執着を持つカボメ様ね、さっき聞いたよ。実盛は急いで山へ向かった。袖引き山に入ってどれほど歩いただろうか、日はすっかり暮れてしまっていた。体重の8倍ぐらいある大量の楽器を背負っていたと最初に。もう腕っぷしでなんとかなるね、サネモリ。現代のウェイトトレーニングの常識すらはるかに超える重量のせいで、ついに疲労は限界に達し、その歩みは牛に嘲笑されるほど遅くなっていた。畜生、この太鼓だ。このでかい太鼓が妙に重いんだ。もはややけっぱちになり、商売道具の楽器にすら憎しみを抱き始めた瞬間、遠くに明かりの灯ったボロ小屋を見つけた。小屋を訪ねると女が一人暮らしをしていた。事情を話すと、今夜の寝床と食事を快く用意してくれるという。食事を取り終えて、しばらく安らいでいると、女が、にゅっと立ち上がり、ちょっと待って、足の爪がやばい。女の足の爪見て。明らかに怪物。よく見たら食事の中身がやばい。人が食っていいものではない。もはや人で作られた何かやろ、これは。それでは、私はまだ仕事がありますので部屋に戻ります。大事な仕事ですので、どうか覗かぬようお願いします。なんかあれやん。なんだっけ、鶴の恩返しみたいな話や、これ。そう告げると女は部屋の暗がりの中で消えていき、扉がスッと静かに閉まる。一人になって部屋の中を何気なく見渡すと、部屋の隅に女の暮らしぶりには似合わない、貴重な絹や、ほう、織物が積まれているのを見つけた。もしや旅の者たちが宿のお礼として置いていったものだろうか。なるほどね。しかし渡せるようなものは何も、そのクソ重い太鼓を置いていけや。そうだ、女に演奏を聞かせてやろう。仕事で疲れも溜まっているだろうから、林でも少しでもねぎらおうじゃないか。そう思い立ち、演奏の準備をそそくさと済ませ、うっかり作業部屋の扉を開けてしまった。その瞬間、赤黒い闇が周囲を覆う。女の正体はたたり神カボメ様だった。しまった。闇はさらに深まり、サネモリ自身が神隠しにあってしまっていると瞬時に判断した。目の前に迫る脳面のような表情の女を押しのけ、準備していた楽器の元へ向かって全力で走る。
それはもうワンマンバンドのごとく一人で演奏するには完全にキャパオーバーの音数と音量で、もうモルスラー林を披露するサネモリ。トントントンピュピュピラピュピョンピョンピョンジョンジョンドロドンギャー。カボメはなんか反応を見、絶叫を上げながら苦しむカボメ様の反応を見逃さなかったサネモリはさらにその勢いを増していく。いまだエイヤーサネモリが力の限りそう叫ぶと、カボメ様を三途の川のほとりまで吹き飛ばし、扉の中に何かと閉じ込めることができた。バタン扉の閉まる音を聞いて思わず胸をなで下ろし油断したその瞬間だった。ガンガンと頭痛と同時に頭の中にカボメ様の声が響き渡ってくる。貴様の一族に末代まで呪いをかけた。今後一人目の子は必ず、ええやん別に。俺、ってことは俺がその呪われた男児か。その一人目の子が6歳の誕生日を迎えるまでに、二人目の子を出産しなかった。ほう！お母ちゃん頑張ってくれたんだね、お父ちゃんが。そして二人目の子は必ず女児が生まれる。二人目の子は、我が、よりしろとして生き肝を作る道具として利用させてもらおう。最後に決して一族全員がこの土地を離れることがあってはならない。そう言い残すと声は止んでしまった。サネモリは都に妻と3歳になったばかりの息子を残していた。後日二人を袖引山に呼び寄せてこの土地で一緒に暮らし始めた。はぁ、一人目の子が6歳の誕生日を迎えるまでに二人目の子を出産しなかった場合その男児は死ぬ。その言葉が引っかかっていたのですぐさま二人目をこさえると呪いの言葉通りに女児が生まれた。何事もなく穏やかな暮らしを続けていたが女児が12歳になったある日忽然と姿を消してしまった。ほえー、その呪いは今も現在しておる。パパの妹の直子も13歳になった日姿を消してしまった。パパの妹か、さぞおばあちゃんか。ナオコばあさんって人がいるなんて知らなかったよ。そんな呪いがまだ続いているなんて。けどそんなに危険なら僕おじいちゃん家にいない方がいいんじゃ。それがそうとも言えなくてな。これ以上は長くなってしまうから後ろの本棚を調べておくれ。え？もし内容が難しかったら明日ゆっくりお話…え？難しすぎんだろ。お、難しすぎんだろ。大声林。なんか、あ？なんか、ん？先祖であるサネモリによって書かれた、現代風に翻訳を行った、カスみたいな呪いをかけられて、ガチで落ち込んでる。でも、なんか、現代の演奏技術では、あいつを打ち刺せるだけの音数と音量を表現することは不可能だろうかなって。力士がひっくり返って号泣するぐらいクソデカな林を演奏できない限り対抗できる、磁力を生み出すことはできないみたいな理論を書き残すのであとは子孫たちに託すこともする。とにかく勉強し毎日8時間は演奏を練習するように、友達をなくすまで練習すること。残りのページは音楽について書かれているがページがことごとく破られておりほとんど読むことができない。ほん、まあそれをお父さんたちが、実装してるみたいな感じなのかな。足立サネモリに乗って三途の川のほとりに封印されたと伝えられているカボメだが特定の条件下で姿を現す。へぇ長い。5歳になる息子を連れて旅立つことにし、なんかふと窓の外を見るとなんか青い女性の顔がなんかいろいろあるんやね。なんかすごいいろいろあるんやね。母親が臨月の間は第一子の長男は袖引き町から出してはならないという掟が生まれた。へえ、だから俺ここに連れてこられた感じなんだ。ほう。この掟を守って、たたりから家族を守っていると。はえ、だからおじいちゃん俺ここにいるんだね。もういいです。さすがにもうお腹いっぱいすぎるわ。寝るわ、おじいちゃん。なんかこれ絶対怪しいで、おじいちゃん。なんもない？寝るわ。なにこれ？めっちゃ塩持ってるな、おじいちゃん。さす、びっくりした。なんか顔面に見えた、このステッカーたちが。誰の部屋なんほんで、これ。さすがにパッパの部屋かな。でもおじいちゃんの部屋説あるな。寝るわ、おばあちゃん。眠いよ。寝室の奥にあるの敷いてる。あ、これこれで寝たらいい感じね。寝ます！あ、すごい、かわいい。車のミニカーの。おばあちゃん。今日は大変な思いをさせてごめんなさいね。怖くないように豆電球。あ、いいね、おばあちゃん。おばあちゃん向こうにいるからね。何かあったら声をかけてちょうだい。おやすみ。
まさか自分のご先祖様が陰陽師だったなんて、それにカボメ様の呪いでナオコおばさんがたたり、より代にされているなんて、突然すぎて正直ついていけないよ。襲われた時は怖かったけど、ナオコおばさん取り憑かれているなんてかわいそうに。もうすぐ生まれてくる赤ちゃんだってナオコおばさんみたいになっちゃうのかな。そんな時はバスターレッドならどうやって戦う？ダメだ、すごく眠い。また今度はパパのお友達のゴーさんと哲夫さんにも話してみよう。相談してみよう。よいしょ、むにょむにょむにょ、にょにょ、まあ、眠にょ、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 すんごいまぶたが、すんごい真横に動くまぶ、あれ？おばちゃん？ちょっとちゃんと怖いのや。え？ここは一体？確か寝ていたらカボメ様がそばにいて、ダメだ、思い出すと怖くて涙が出さえそうってなっちゃう。とにかく誰かいないか言えなさが、うわ、絶対怖い。どこ？これ、うわ、怖い。あかん、うわ、あかんわ、これは。お、ちゃんと怖いのやめんか？暗くない？ほんで、なんこれ。うわ、やばいやつやん、絶対。紙人形みたいなのが落ちてる。走り書きで何か書かれてる。早く時間がない。急いでキッズ携帯を持って、おじいちゃんの部屋に来るように。おじいちゃん？キッズ携帯パパがリュックに入れてくれていたはず。ああ、そうか、リビングに置いてる。やばいな、これ。ちゃんと怖いの、なんな。ちゃんとクリアリングしていけ。なんか倒れてるよ。なこれ。え？なこれ。こんなんなかったくね？あ、掃除機か。え、落ちてる。もう一旦パパの部屋。違う。え、待って。どこだっけ？おじいちゃんの部屋が、この先左に曲がったとこだよね。なんかいる？待って。おじいちゃんの部屋ここだよね。わーお。おじいちゃん？え？あ、携帯を持ってないと何もできない。携帯取りに行くか。え？カボメ様これ。カボメ様？カボメ様っぽいお面かぶって、でも、これが、カボメ様、爆乳すぎ。爆乳すぎんカボメ様。めっちゃ散らかってんな、今見たら。すごい、ぶち切れたん、カボメ様。え、これやばい？あ、リュックあるわ。そういう感じ？あ、そういう感じなんだ。え？待って、逃げるってことこれ。逃げなきゃいけない？え？ちょっと待って。あ、でもあの振り向きは、間違いなく俺らのご子孫様。無理や！ああ、わかった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 。これ、家の構造がさ、ここ繋がってんだよ。ほら。だから、こっから気合で、ぐるっと回れみたいな話だよね。オッケー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 。任せて！こういうレースは俺得意なんだから！はい！はい、来た！あれ、いけたって！おい！おい！取ったやん、今！あかんの、今ので！あれか。取った後も、ちゃんと逃げなきゃいけない感じね。任せて。はい。はい。コーナリング任せて、はい。まず取る！オッケー。ちょっと待って。あのさ、それは聞いてないです！ああなってる状態でも追いかけられるんやね、これ！任せろ。もう全部わかった。やっべ、ミスった。まずい。やばい、開けてなかった。まずい。ああ、俺、先回りそれじゃない。これほんまに合ってる？これ全然違うことやってる気もするんだけどさ。待って、おじいちゃんの部屋も開けとかねえんだな。こういうことね。オッケーオッケーオッケー。で、ここ開けといて、これで完璧だろ。舞台は整った。行きます。はい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 おじいちゃん、はい、なんで、おー、パパー、パパ、なんでパパ、パパ、違うの？違うの？
これ。はぁ、なあ、どうしろってよね、じゃあ。無理やん、あれ。なんかパパに繋がったけどさ。今の当たって、違うの今ので。あいつ、なんかゲームでよくある常識のさ、時が止まるみたいなことかな。全然、おばあちゃん、危険を承知でお許しが、え、正義の炎、ファイヤー。あ、なるほど。音だ。音であいつバカだから。ほら、めちゃくちゃバカだから。すごいドタバタしてんだから。やっべ、あいつ普通に消しよるわ。普通に消しよるわ。そんな、それはさすがに予想外ですやん。めちゃめちゃちゃんと消す。しっかり人だわ、彼は。もう一回つけたろ。これで。なんかうるさいの苦手なんかな。よし、来た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 。パパ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 。さっきパパに話しかけられてた時に息子が殺されたよ。おお、パパ怖いな。パパの着信。あ、やっと繋がった。ゆうくん、無事だったかい。あ、いや、多分ね、5回ぐらい殺されたよ俺。なんならパパとこうやって通話してる時にも俺1回記憶、俺の覚えてる限りでは一度殺されたよ、この状況で。パパ、一度しか伝えられないから注意深く落ち着いて聞いて。お前さ、年中さんに難しい言葉使いすぎやって、この家系。伝わらんて、逆に。今、ゆうくんは神隠しに会っているんだ。だからわからんて。手は尽くしたけれど、直接、現世？え、連れ戻すな。あ、ああ、俺が変なとこに来ちゃってる感じか、これ。そこで唯一現世に戻る方法を伝えるよ。家の奥にある、お札まみれ、ああ、あったね、扉。実は、この封印された扉は、あの世に繋がっているんだ。ほう。あの世のどこかには三途の川があって、その近くに現世の出口がある。だから、扉の封印を解いた先から出口を目指す。うん。けど、扉の封印を解くなんて僕できないよ。安心して、ゆうくん。実はご先祖様から伝わる、おはやしにヘビーメタルの力を融合した最強の囃子を完成させたの、パッパ。すごいね、パッパ。その名をクソデカ囃子。なんか音量が足りねえみたいに言ってたもんな。圧が足りんみたいな。この囃子を流せば誰でも凄ましい呪力で扉の封印を解放することができるんだ。それに騒音が苦手なカボメ様、ああ、だからなんかあんなよっさほいさしながら言ってたんだね。上に手を上げながら。囃子が流れてる間は身動きを取れないはずだよ。なるほど。その間に三途の川への道を探すんだ。わかった。やってみるよ。でも音楽はどうやって流せばいいの？音源データをキッズ携帯に送信しようとも考えたけど、データダウンロード機能が端末に用意されていないのに、俺自分の口から奏でなきゃいけないこれ。そこで通信環境がなくても使えるミュージックバあったわ。パッパの部屋にあったわ。途切れちゃった。忘れないように机のノートにメモしておいた。すごいなお前。クソデカ林が入ったミュージックプレイヤーパパの部屋。お札の扉、クソデカ林で開ける。オッケー。来るこれ。来ないか。ここだったよな。これだよね。これやっぱパッパの部屋だったんだ。音楽の力で扉の封印を解けってパパに言われたけど、とにかくお札の扉の前まで行ってみるか。なんか流してみよう。え？待って待って待って、その前にさ。え、怖いな。普通に来るぞこれ。絶対。絶対来るよね。く。走れ。全部急げ。閉めろ。来た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 。はい。なんでもいい。なんかこれにしよう。柏餅柏餅。ちょっと待って。あ、来た。この音楽再生できません。ヤバインゴ。ヤバインゴね。どれだ。どれだ。絶対これだろ。絶対これだろこれ。来ちゃあ。あ。わお。やばい。あと1分しかない。待て待て待て。今のうちに探すって感じこれ。お、何これ。おい、これはてめえよくもやってくれたな、さっきは。あ、ほら、わかるよこれ。俺が言ってたくるくる回したら気持ちいいよってやつ。これね。なんでもいいのかな。あ、やっぱダメなんだ。なんかよくわかんない、バイス様の顔面のやつやないとダメなんだね。これか。さてと、
で、三途の川を探す感じね、俺は1分以内に。もうな、脱出ゲームやな、こうなった場合な。どこだどこだ、なんかこれ臭くないですか？絶対にこう。違うらしいですわ、三途の川。え？な、どういうことこれ、どういう状況？やっぱ1分しかないんだよね。1分しかないんだよね。あー、ごめんね、バヤス様ね、危ないよ。俺んちは絶対ここ、絶対ここ。バヤス様、どう考えてもここですね。ここに、あー、なるほど、なるほど。このお面のやつ、これ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 、おお何このゲームこっからこっからどうにかして三途の川を見つければいい感じですか。あ、なんかいっぱい、あ、めっちゃ布団、あ、ここじゃないかな、あ、こっち、いや、でもこっちもいけるな、こっち臭い、こっち臭い、こっち臭い、絶対こっち、絶対こっち、絶対こっち、嘘やん、違うことあんのこの状況で。まずいまずいまずい、30秒めちゃめちゃ分かりにくい、すんごい操作しにくい。どこにありますか、扉は。なんかこう、来た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 、これさなあ、いつを退治するわけじゃないんだ。なんと、おー、すごいとこに来た、いらっしゃるわ恐れていらっしゃいますわ、私の音楽を。どこ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 、絶対こっち、絶対こっち、こっちじゃなかったら困るまであるけど、めちゃめちゃ遠いよ。あるな、だいぶオフだ。来てるわけじゃないんだね。でもあいつだいぶやっぱ手を上に上げながら、うるせえうるせえなったのです。え、これ何、こんなやつあったっけ、なんだこれ、あ、なんだおめえんだこれ、こんなのありましたっけ。あ、同じやつじゃん、同じやつ同じやつ、紫色っぽいな。でもなんかちょっと、え、これだよね、どう見ても。きたー、もう一回同じ音楽流して、え、ゴール、あ、え、やばいやばい、来た来たかも、え、動けない、来たでけおい、これあれやないか、さっきの戦隊もののボスがでかくなったのと同じ。え、あ、何ど、え、何、え、何は、はは動けなかったあれ動けなかったんだけどさっきさ、なんか全然動けないみたいな話したじゃん。俺動けなかった理由分かったわ。こういうゲームってさ、キーボードでさ、WASD でさ、上下左右動かすんだけどさ、俺思いっきり間違えて E ボタン押してたわ。そりゃ動くわけがね。じゃあ行きまーす。あ、行けないでーす。あれ待って、これ何、これなんだ、どうしたらいいのこれ。え、さっきさ、この状況で動けなかったんだけど。これ全然動けるわ。やっぱりそういうことだ。俺がいか、え、わからん。俺はこれが現世とは思えないよ、パパ。現世とは思えない。いや、でも待て。この上半身のこのエイム力、これパッパだ、これは。これは絶対にパッパだ。下半身から動く、これはジッジだ、間違いなく。顔怖っ、お前。ああ、もうやばいやばいやばい。ダメだ、完全にモードに入ってる。そっとしておこう。ジージー。よく無事で守ってくれない、守ってやれなくてすまなかったね。うん、大丈夫。パパの林のおかげで助かったから。ありがとう、本当に優しい子で、おじいちゃん嬉しいよ。しかしヘビーメタルが林の力をこれほど強めるとは驚いた。ナオコ奪還のため全力で行かせてもらおう。何すんの今から。何するつもりパパ。ママ、じゃあおばあちゃん。おばあちゃんごめんなさい。あ、そう、チンチンピンしちゃったんだよ。ゆうくんよかった。自分の身が危ない時はそんなの気にしなくていいのよ。もうクタクタでしょ、パパの近くで休んで、こいつの近くで、こう。なんかスタンドみたいなのいるけど、後ろに。パパ、誰これ肩の盛り上がりが完全にスタンドパワーの人だよ。心配したぞ。けど、やり遂げるなんてユウ君は本物のヒーローだな。あ、パンツ履いてるからね。ありがとう。普段からバスター5ごっこで鍛えてるからかな。きっとそうだろうな。さあ、ここからは大人に任せてくれ。ほう。パパ、何すんの？うわっ。うわ、ブラックメタル将軍、パパ助けて、パパゆうくん、目の前にいるのがパッパだよ。え、パッパ、なんでこんな格好してんの？それは袖引き山の火山灰を顔に塗ってんのはそうなんだ。やつに挑むのに万全を期して友達二人と取りに向かっていたんだ。あ、そうなんだ。びっくりしちゃったよ。余計に疲れさせてごめんね。来る。あ、さっきそういえば巨大化してたな、あのおばさん。うわ、マジででけえじゃん。完全に
バスター5の、あれじゃ、え、でかすぎない？どっから出てきたのこいつ。ゆうくん下がっていて、本物のクソデカ林を見ましている。俺は、さっきまで聞いていたのは本物じゃなかったんだな。これから見せてもらえるのが本物のクソデカ、え、ごめん、どこのボタンがどこのボタン、ごめん、待って、キーボードだとどこのボタンがどこのボタンかわかんないな、これな、キーボード表記しといてほしいな、これ。キーボードでやっていた僕がバカだった、完全に。ほんで、なんでこんな急に音、待って、これ、音ゲーが苦手な人絶対クリアできへんくない？ちょっと待って。オッケー、わかった。これパッパが歌ってんの？これボーカルだね。すごいすごいパッパ。あ、ごめん、グッゴッドになっちゃった、パーフェクトじゃなかった。ごめん、俺のせいでパパの力がちょっと、あ、間違えた、あ、パパ、あ、ごめんパパ。ボーカル誰やってんのこれ。パパだったらすごいなって思うけど、なんかパパ臭いなこの感じは。これでもパパ、おじいちゃん何してんの。ちょっと待って、お前何やってんの。おじいちゃん何のためにそんなしてんのこれ。おじいちゃんの存在に何、まだパパとこともわかるよ。おじいちゃん何してんの。ほら痛えだろ。どうだナオコさん、おめえはちゃんと叩けてんのか。それエアドラムじゃん。おじいちゃん何してんの。ほんでおじいちゃんは何でカスタネットでも何でもいいから持って、楽器何でもいいから叩いて弾いてくんねえかな。おい、いけてんのかこれ。めちゃめちゃ長えな。ほんでいつまでやるんやこれ。おばあちゃんが一番頑張ってるせいだろ。俺でも結構俺乗れてんじゃないの。パッパー、おお、来た、ごめん見せた。おばあちゃんのソロパートすげえや。お前のソロパート絶対いらんねん。でもおじいちゃんがいないと多分成り立たないんだろうな、この家系のこのバンドは。ちゃんと弾けてるそれ。全然ドラム動いてないけど、シンバル叩いたらもうちょっと揺れるもんじゃない。でもあれか、パパが全然全く揺れない水面を車の中で表現できたかのように、あの人はおばあちゃんのソロパートすごすぎるって。あの人はあの人で全く揺れない。ちょっと長い、終わんねん。これここでミスってめちゃめちゃ長くない？これ俺がなんかやらなきゃいけないことできない感じかな、これ。やばい、待って、これトゥン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 トゥ。治りそう？ナオコさん。おじいちゃんの三つ下ぐらいの妹さん。もはや召喚の儀式みたいな。痩せたね。顔黒くね？あら。ナオコさん。ナオコさん。ガチャでレア引いた時みたいになってるやん。あら、みんなお久しぶり。みんなのおかげで帰ってこれたわ、ナオコさん。一番優しい瞳してる。どう、ナオコ、鉄夫は何なん？鉄夫さん、そんなに泣いて助けてくれて本当にありがとう。それからユウくん、さっきは本当に怖い。俺、あんたに合計10回ぐらい殺されたんだけど。カボメ様がついてるだけって聞いてたから大丈夫。お帰りなさい。優しいのね。ありがとう。初対面だよ、なんか。でもお腹すいたね。今、グーってなったね。そうだよね。カレー食べようか、みんなでな。でも、チンチンビしたらぶん殴られるから気つけてな。まだカレーの残りがあるわよ。お母さんのカレー、福神漬けもある？もちろんあるわよ。
ゆうくんも口づけ、ふく、噛んじゃったわ、最後の最後に。ゆうくんも福神漬け大好きだものね。福神漬けが好きなの。なおかさんも同じだったんだ。ねえ、おばあちゃん。僕もお腹空いちゃった。深夜だけど、今夜は特別ね。みんなで、親食の時間にしましょうか。結構な人数いるけど、カレー足りる？やったファンキーすぎるよ、食い方が。おばあちゃん、おばあちゃん、すごい食い方してんね。ゆうくん、お待たせ。福神漬け、お、やったー、ありがとう、おばあちゃん。やっぱみんなで食べるカレーが一番だね。いただきます。はい。ということで、クソデカ林、めでたし、めでたし。皆さんもこれで、ロックに目覚めてみるのもまた一興でも、はい、これゲーム内で使わせていただいた素材を作られている全てのクリエイターの皆様、専業のゲームクリエイターになるべく挑戦街道爆笑、ごめんなさい、俺の読む速度が、あ、終わっちゃった。あ、はちゃめちゃでいろいろと大変なこともあったけど、ついに僕のお家に男の子の赤、あ、そっか、呪いが解放されたからね、女の子じゃないんだ。僕のお家で弟が生まれることはとっても嬉しいことみたいで、みんなすっごく喜んでいました。ってことは、呪いがあった間はお腹の中で男として育ってもポンって産んだ瞬間女になる呪いにかかってたんだな。明日はおじいちゃんたちが僕のお家に遊びに来るみたい。みんなでみんなで赤ちゃんと遊ぶの楽しみ。いつか弟が大きくなったらバスター5ごっこできるかな。もちろん僕はブラックメタル将軍で。お父さん手元がファンキーやね。だってこの間のパパたち大人がみんなかっこよかったんだもん。おー、めでたしめでたしだ。クソデカ林ということで、皆さんもね、もし最近呪われてるなーと感じた時、そんな時、右手を中指と薬指を曲げて親指で支えてこのポーズをしてみよう。そしてクソデカで囃子を奏でよう。こんなに締めの言葉が見つからんゲーム初めてや。